お疲れ。じゃあ私らも帰ろうか。この体を揶揄した罰だ。おとなしく指紋をよこしなさい。あのさ、ごめん、ちょっと調子に乗りすぎた。そうだね、スマホを他人に見せろっていうのは問題があったね。問題ないよ。倒れたのもベッドだから、手だけじゃなくて体のどこにも痛みはない。そっちは？そいつは結構。じゃあさ、早くどいてくれる？さてと、酔いが冷めちゃったことだし、私も自分の部屋に戻るよ。試作のケーキも食べてもらって用件は済んだし、明日も早いから。君もとっとと寝なよ。遅刻しても言い訳は聞かないから。じゃあまた明調子に乗りすぎた。早く、うっかりでファーストキスを済ませちゃうところだったよ。男の子の顔が、あんな間近に。動揺してること、気づかれなかったかな？大人の対応、できてたかな？